ジョニー・ピー・エストラーダ3世は、アメリカ合衆国カリフォルニア州ヘイワード出身の野球選手。スイッチヒッター。1997年6月5日に、フィラデルフィア・フィリーズと契約し、プロ入り。2001年5月15日に、同球団からメジャーデビューを果たす。しかし、当時の正捕手、マイク・リーバーサルの壁は厚く、ポジションをつかむことはできなかった。 2002年12月20日に、ケビン・ミルウッドとのトレードでアトランタ・ブレーブス移籍。2002年とアトランタ・ブレーブスに移籍した2003年は、出場機会が少なかったが、ブレーブスの強打のキャッチャーだったハビー・ロッペスが、ボルチモア・オリオールズに FA 移籍した2004年に、正保守に定着し、打率3割1部4輪の活躍で、オールスターゲームに選出され、同年に、 日米野球でも来日した。2005年は若手のブライアン・マッキャン保守の台頭もあって、再び出場機会が減少。同年12月7日に、ランス・コーミエ及びオスカービア・レアルトのトレードでアリゾナダイヤモンドバックスへ移籍。2006年はオールスター並みの成績を収めた。同年11月25日に、ダグ・デイビス及びデナイブランド。 デーブ・クリンゼルとのトレードで他に選手と共にミルウォーキー・ブルワーズへ移籍。2007年11月20日にギレル・モモタとのトレードでメッツに移籍。FA としてワシントン・ナショナルズへ移籍したポール・ロデューカの後釜を務めると思われた。しかし12月12日に FA となる。2008年1月31日に1年契約でナショナルズへ FA 移籍。 ロデュー化のバックアップを務めることとなった。コンタクトに優れており、三振はあまりしないが、選球眼が悪く、打率が高い割には、出塁率が低い。星としては、肩は強くなく、投塁阻止率は悪い。また、2004年の日米野球では、赤星の理広や岩村明則に対して、多くの投塁を許した。また、鈍足の持ち主で、投塁、三塁打は未だゼロ。 1970年代のテレビドラマ、シロバイアロージョンパンチの主人公、パンチョレロ役のエリック・エストラーダと名字が一緒だったこともあり、フィリーズ時代はパンチの愛称でも呼ばれた。ありがとうございます。